こんにちは、アレンジの堤下です。今日はですね、スタジオの方からお送りしてますので、アレンジのすぐ真横、後ろに線路が通ってるんですけども、駅がありまして線路が通ってるので、途中もしかしたら電車が通る音が入るかもしれませんので、ちょっと大きめの声でお送りしていきたいと思います。ですね、今日はですね、ゴールとか、目標の数値に対して大きな数値を掲げた時に、どうやって取り組んでいくのか、取り組みやすい方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。あるクライアントさんがですね、実は12月に結婚式があって、そこまでに10キロ減量して、背中と二の腕を引き締めてですね、綺麗にドレスを着こなして当日の式を迎えたいんですっていう方が来られました。で、その方にですね、あ、そうなんですねと、5ヶ月で10キロの減量する、それを今ご自身で口にしてみてどう感じますか、簡単にできそうですかっていう話をすると、いや、なかなか厳しそうな気がしますっていう話だったんですね。そしたらですね、これ、10キロを5ヶ月で割ると1ヶ月だいたい2キロぐらいになるんですが、そう聞いて今どう思いますかっていうふうに聞くと、あ、なんかちょっとできそうになった気がするとかいうことだったんです。じゃあさらにですね、これを1週間の数字に分解した時に、だいたい1週間に 500g ぐらい落とすっていう計画になってくるんですけど、それを聞いたら今どうですかっていうお話を聞くと、あ、なんかもうちょっとやる気になってきましたっていうことだったんですね。このようにですね、大きな、数値の目標を掲げた時に、その大きな目標の数値だけ聞くと、なんか大変そうだなとか、本当にできるんだろうかっていう不安になってくると思いますので、前回セルフエフィカシーっていうところのお話をして、ちょっと頑張ったらできるかもっていうところの目標がいいっていうふうにお話しましたよね。そこに向けてですね、少し自分の身近なところのちっちゃな目標っていうのを立ててみてですね、そこの数値を実際今向き合って感じてみると、あ、ちょっと頑張ったらできるかもしれないっていう数値にさらになってくるかもしれませんので、ぜひ皆さんにも取り組んでいただきたい目標設定のやり方、数値の追いかけ方になります。で、もう一つはですね、小さなゴールを設定するってお話をしたんですけれども、その方は12月のですね、下旬の方に式を挙げる予定だったんですが、実は11月の16日にですね、前撮りがあるんですっていうお話をされたんですね。そこまでにだいたいこれぐらいは減量して、これぐらいの引き締まった体になってたいんですよねっていうお話をしましたので、さらにそこも含めた目標設定として小さな目標を立てていきました。だいたいこれぐらいに前撮りがあるんだったら、これぐらいまでにこれぐらいの数値でこういった体になっておくといいかもしれないですよねっていった形で逆算して小さなゴールを設定していけますので、そういったところも含めて皆さんの参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。実際その方もですね、しっかり当日までに減量の方を達成されてですね、体もすごく引き締まった状態で綺麗にドレスを着こなして式を迎えられたそうです。ではですね、今日の3つのおさらいになります。まずはですね、最終的な大きなゴールっていうのはしっかり設定してみてください。前にお話ししたみたいに、できるだけ動画でですね、私はこうなってるんだ、こうなりたいんだっていうところをイメージしたゴールを設定してみてください。で、そこに至るまでの小さなゴールっていうのもぜひ設定してみてください。で、最終的に数値を、ゴールに数値がある方は、そこに至るまでの過程の数値、っていうのも設定してみてください。どうでしょうか、ちょっとやる気とその気になってきたでしょうか。皆さんのですね、自己実現と健康的な生活習慣が、私の誇らしさです。またお会いできることを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。シリーズはですね、私がクライアントさんと取り組んだ健康的な生活や運動の習慣化をエピソードを交えてご紹介したいと思います。少しでもですね、ためになったなと思っていただけるようであれば、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんにとって今日一日が元気とその気とやる気のある一日となりますように。ありがとうございました。